ワニ姉妹、三発館、リドルリドル、雑貨店、単独犯、ドナードナー、そして怪人ソリティア。知っての通り、こいつらはすでに逮捕もしくは死亡済みだ。誰がつけてんのこの変な名前。係長。そこ死後は慎め。いたろ別に、どうせ表に出ねえんだから。気にしてたのか。とにかく表沙汰にしがたい、いや公表しても信じちゃもらえないような連中に対処する。それが俺たち三第三資料編纂係の仕事だよ。で、死神、皮膚キムシ、そしてレミングス、まだ3人の役ネタが野放しのままだ。そこに来て、おとといの火事場の骨に昨日の人間肩結びときた。なお、肩結びの現場のゲソ痕が一つレミングスのものと一致しました。それに皮膚キムシ案件とおぼしき火災現場に現れた骨、こいつと肩結びの関連は今のところ不明だ。ただ役ネタの痕跡がこの短い間に2つだ。無視もできない。骨は合成なのでは。複数の映像の間に角度や大きさの矛盾はなし。あれがリアルタイムで合成されたものなら、もう映像は証拠にならなくなります。以上。幻なら助かった子供たちの説明がつかないしな。 SNS やオカルトサイトじゃ大騒ぎだったよ。ま、落ち着けよ。これまでの奴らも最後には説明がついた。怪人ソリティアですら人並み外れた技術の極致で肩がついた。俺たちの案件に本物の怨霊だの竜を呼ぶ魔法使いだのは一人もいなかった。これからもそうだ。必ず人間の犯人がいる。俺たちなら対処できる。人間が相手ならな。